クリです。タツモンです。バイモス心斎橋のど真ん中からお届けしております。大阪、今回の企画は、はい、関西の有名歌劇ハプバーが主催するイベントの激アツ二次会に参加してみたです。よいしょよいしょ。この動画から見た人はなんでこんなテンション高いかわからないと思うので、前回の動画をどうぞ見てください。前回裏垢男子裏垢女子が集まる某歌劇ハプバー主催のパーティーに行ってきたんですけど、うん、まあ、そこでなんとハプバーのオーナーさんが全然撮影 OK という許可をいただいて、はいはい、そのエロパーティーの二次会です。今からはいもう出来上がってるんですよ、もう全員。前の動画見てもらったら、もうすごいエロい、可愛い女子たちがそのパーティーに参加して、もういろんなしこいことがありました。いや、なんかもうみんな即する雰囲気になってるというか。いや、そう、前編の動画ね、撮り終えた後、はい、タクシーでここまで移動したんですけど、はい、そのタクシー捕まえる時に松本さんにファンの子が寄ってきて、そうすごいトロンとした目で、あ、そうやった、一緒に行こうって言ってましたよね。一緒に行くところをちゃんと押し殺して、はい、ヒゲつながりおじさんとオープニング撮ってます。今フミって言え、すごいゴリラの感じで。しかもいろんな女子たちとこうジャブのように話して、パーティーでは、うんうん、その女子たちがもう一斉にそのハプバー、はい、まあ、ヒントは赤い竜のハプバーに行ってるっていうことで、はい、すごいな。もう今回の即挑戦、はい、1人どころか、いや、そうっす、2人3人4人5人行けるかな。即行けることはもう結構角度高いっす。お、前回も言ったんですけど、僕のこと知らない人を男として行きたい、うん、で前のハプバーは行けたんすけど、うん、まあ、40代のカエルスライム遊戯王カードでレベルを上げていきたいんで、はいはいはい、ブラックマジシャンガール二次会の様子もちろん楽しみですし、はい、赤い竜さん、はい、初めてなんですよね。僕は初めて聞く、はい、そのお店の詳細なんかもね、もちろんお伝えできると、もう一番今熱い噂でも聞くぐらいの、若い女の子が非常に多いらしいんで、しかも公認をいただいてるのオーナーさんから、今回ちょっと中取れます。やばいって、今まであかんかった本舗初公開、今まで絶対基本禁止ですから、うん、もうほぼもう行きますんで、確定、あんま確定も言い過ぎると怖いけど、まあ今までで一番熱いっす。その格やろ、怖いっす。逆にそんなパーティー、しかも二次会も行くって、もうスペシャリストしかおらんから、うん、はい、この地蔵系オサの俺は地蔵系 YouTuber の俺は飲み込まれそうで、確かにプロが多いもんね、不安もあるけど、どうなるかちょっとレビュー楽しみ、これ朝までになる、ね、もう朝までですね、何人いけるか。しかもなんかこの赤い竜さん、なんだかんだ24時間営業なんじゃないかみたいな説も、3日ぐらいずっと入れるイベントとかやってるらしい。3日寝るってことやんな。そうそうそう、中で寝れるしな、あと朝食とかも出るらしいめっちゃいいやもう、ね、やばそこのね、詳細も聞いてきてもらえると、いってきます。さっきの一次会の女の子と再会した。うわ、すごい、あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、手入れときましょう。ちょっと待って、手汗、俺日本行っちゃうから。いや、私も行っちゃうから。おはようございます。おはようございます。あれから1日経ちまして、もう人が入れ替わり立ち替わりもあるけど、総数100弱ぐらいだった。全フロアパンパン、3フロアあるんですけど、ね、もうギュウギュウっす、すし詰めっす。大学生の花見の距離より狭い距離でみんな喋ってた。思い出してもらうと、知事会で、まあ、前の動画の方で、うん、ある程度こう触れ合いはありましたね、はい、出来上がってたよね。 OPI つけられたりとか、はいはいはい、キーボ選手権でそこで、まあ、再会ですよね。アイカップ、お説明とか聞いてたら、はい、奥の方でそのアイカップの子が、あ、たっちゃんって呼んでる、聞いてるけど、それにうっすやるの感じもちょっと誤差という常連感で、それ全員がもうやっぱ聞こえてるわけよ、はいはい、で男たちは、あ、あいつも慣れてるやつやなってこうマウント取れるんですよ。マウントめっちゃ大事だと思うんですよ。ハプニングバー、全くすごくない自動系 YouTuber なんですけどほんまはな、どんだけ大きく見せるか。早速その子とアイカップパフパフ。早っ。どこで？階段です。
階段で、はい、言うたらファンですからいけそうな感じやけども、いいファンじゃなくて一人の男として全力マンキーの発音とか知らん人を行った方がかっこいい、クールだよね、再現性あるからね、視聴者さんに。でも100人いるけど男女比率はほぼ 6-4、パーティーにいた人もいるし、もう新しい人もいるし、可愛いっす、みんなやっぱ、レベル高いっす。もう一人なんかエッチなお姉さんいたりして、はいはい、両手に花になってた時、あ、そういるっていう情報を聞いて、でまだ僕は階段ですからまだ行ってないですよ、上のイチャイチャルーム。できたらもうそのお姉さんがいろんな男にやられてました。すごっ、早すぎるっす展開が。すごいやん、七肉林やん。端っこの方で男4人とその女の人でやられてる、もうそれ入り込んだらもういけるやん。その1次会で仲良くしてた2人がもう序盤でいける状態、もう2人抜き、あと3人でマジでマラドーナ達成はマジでエグいぞ。あのひもてチャンネルの全力満期の勝門が一夜で素人5人はエグいぞ。分かってる、言うなよ。快挙も狙ってるわけ、情けないけどな。で上はもう埋まって、わーとかもちょっと聞こえたりとか、はいはい、聞こえなかったりとかすごいしてる、すごい状況の中で顔も刺されるわけですよ、はいはい、大きい声でサービストークする。知らん人にもあれ、なんかあの人なんか有名な人なんやみたいな、なんかの人か、大阪初めてハプニングバー来た童貞とかいるわけ、はい、はしゃいでる、うん、ちょちょ落ち着け落ち着けよ。おい、俺もそんな時あったけどさ。ね、一応手っ取り早いと思うで、君の選択合ってるとかってやってた、いろいろ楽しんでた、生きてんな、生きらしてもらってたわけね、うん、じゃあなんとその熱い2人、うん、帰りました。何してんねんアホ。ガチっす、アホすぎる。何してたん。じゃあほんま急に帰ってて充電でもったいな、もうそ帰ったから、やばい、もうこれ普通の平場っす、平場に戻ってもうて、やばい、ただのおっさん、さっきまで生きてた俺がもう汗めっちゃかいてやばいやばい。その2人はもうちょっと正直俺のことキラキラ目で見てたわ、もうそんなやつ言っても、はい、意味ないっす今日は。まあ冷めるっすね、別に分かってます、初対面の正真正銘の 即焦ってきて、はいろ、はいろ現実見えてきて何がそのやっぱオサいるわけですよ関西、はいはい、まず1人なんか細いメガネかけてる、一応アウトレイジオサと呼ばせていただくんですけど見た目がちょっとウルフカットのかっこいい細い新宿とかにいそうな、その若手ウルフカット多さが女の子を抱えて首絞めた。でその女の子こんな若いのにもうおさやんみたいな、俺のこのエセおさエセおさでやばいやばいみたいな、なんだよはいって言うやん、はいはいぐらいの、声張るはいが出てもってて、そいつがバックハグしてる前からアウトレイジおさが来て、こんなの傾くて目やめろっていうで、目をずっとこう、え楽しいな、あ気持ちいいな、えな目見て、目見ろ、その目見ろっつってその子もはいはい、なんでおさギュッと締めろ、ああ目つぶんな、目見ろ目見ろ、はいはい目見ろ、はいはい、おいどうやどうや、はいはい覚えよう、ズンすごっ、連携プレイしてるやん、連携数、それを見てもうたら俺はもうひとかつしぼむしぼむすごすぎるやろ、やばいなと思っててパッて見たら、まあ、ちょっとイチャコラしてる男女2人がいて、でその男の人も結構オサっぽい感じオサ多いといわれる親父ぐらいの志田純一っぽい、志田純一オサにしようか、はい、志田純一オサは不倫は文化ね、クールやなと、はい、関西やのにパッてもう5分後に見たらもうあー早っ、人も多いからもう悶々として暑いわけめっちゃ、はいはいはい、でちょっと階段だけ窓開いてて網戸で涼しいみたいな、はいはい、一旦俺階段でちょっと撮ってるしな、これやばいぞあの感じで行ってて、ゼロはやばいぞあんな行ってたのに、涼んでたらやばいやばい、さっきの石田純一長さと女の子がこう階段にいたりで来て、石田純一長さがちょっとトイレに、それを待ってる俺の横に女の子が来て、チャンスなんか、オサが言ってたやつ、まあね、横取りになる、湧いてるから涼しいっすね、はい、はい、あーそうっすねみたいな雑談ね、バーって喋ってたら結構なんか食いつきいい感じで、はい、あっちからも質問してくる、でその子はもうハプバー2回目初心者やから、おこれ結構あるぞ、ただでも石田純一オサがトイレ行ってるから、その窓開いてるその先が非常階段やって、その見えるところが、はいはい、ちょっとジャブであそこでやったらエロさやな、はいはい、言ったら、そうやんな、あそこやばそう、なんか食いつきいいやん、多分見せてるから序盤に慣れてる感は、うんうん、まあ、見てないことはないと思う、俺のカース上がってんねや、石田純一調査戻ってきて、石田純一調査が2人友達なの、やばい、やばい、で他の人もいたから、女の子この2人が友達で、はいはい、僕らはあの初対面です、そう、どういうこと、結局誰がどういう関係みたいな、そのすごいはっきりさせようとして、だるいな、俺普段東京なんだよみたいな、東京から来てるオサやった、すごいな出張で、東京のオサがやっぱ行くぐらいレッドドラゴンってやっぱ熱い、はいはいはい、
さっきのこういい感じだった女の子の友達の女の子とも喋って、その女の子が、うん、じゃあ頑張ってねみたいな、うん、もう全然嫌な男の人がいたら嫌って言うんだよみたいな、うんうん、もしかして石田純一調査嫌がってる、はいはいはい、女友達は分かってて、なるほど、あえて2回目の女の子にこう助言したみたいな、はい、それを聞いてその石田純一もちょっと察して、俺あんまりなんかだからファッて行ったんですよ、だからちょっとオサに勝ったんですよ、確かに、で、おっしょ、2人っきりやと思ったら大チャンスよ、その女の子2人同士がじゃあまた私上行ってくるねみたいな、友達がじゃあねっつってこうパッてハグして、そっからディープキスした、女の子がどういうこと、どういうこと、誰なんっつったら、うん、元カノです、元カノです、え、女の子が好きなの、はいはい、いや、どっちもいける、あ、バイの方やな、でもそれを逆に利用したろうと思って、はいはいはい、いや、ちょっと今のだいぶやばいわ、うんうんうん、って言ったらえ、キモじゃなくてそうなん、みたいな感じでこう寄り添ってきて、もうだいぶいけそうやん、はい、もう一回上のイチャイチャルーム行こうかって言って、はい、でそこでもう座りながらこの辺はわさわさとかわさわさし合ったりとか、はいはい、そのノリでもういけるかなと思ってもシュンってこう DP チューリップもいけて、いけて、じゃあ上行こっかとかまっすぐ言ったらあかん感じがしてて、雰囲気ないよね、で上はもう常に満員、もう常に誰か入れ替わりしてて、上全然あかへんなって言ったんですよ、行くとか言ってない、行く前提やな、行く前提のやつ、じゃああっちがそやなあとどれぐらいで行けんのかなって言ったんですよ、言ってるから男って皆さん女の子カッコつけてるけど頑張って隠してるけど頑張って隠してるけどって言ってるからそれは隠せたんですよ、ニヤッとはしちゃうよ、まあ、後で聞いてこようかなみたいな、あ、ちょっと聞いてきてよみたいな、じゃあもう確定やで聞いたらまだ人が入ってると、そっから人がヤバすぎて45分ぐらい待ち時間あったんですよ、まあ100人おるんやもんな、それグダグダすぎるし、確定はしたわけやん一応、うん、1回目のほんまあんま良くないけど、そっから45分あんま喋ることないっすよまあ、それがゴールやからな、僕人見知りですから喋るごとにスタミナ使っていくんですよ、その頑張ってるんでなんほんま地蔵がいいんで変に世間話とかそっからしだして、うん、繋いでる感じ繋いでる感じの45分バリ長いで、長いな、でもうちょっと別にタバコ吸いに行ったりとか、はい、下で一回ドリンク取りに行ったりとか、うん、他の人と喋ったりお互いね、はい、で一回飲み物買って戻ってきて、もうそろそろかなと思ったら、その俺が狙ってた女の子がもうアウトレイジおさに、え、目でまたやられてる、やばい、でもそのまたハイになってね、やばい、やられてるやん、アウトレイジおさにもう取られてるやん、もう絶対勝てへん、で俺はそのバスタオルとかも2人分のやつ用意して、俺もうアウトレイジおさの攻めタオル持ち待ちしてたこの2人のタオルみたいになってんねん、それもう全員に見られてんねん、恥ずかしい、もう笑ってんねんみんな、恥ずかしい、俺のこと知ってるやつは取られるやんみたいな、確かに一通り終わったんすよ、うん、でアウトレイジおさがこう振り向いて俺の方、そこで女装はしたでって言われて、めっちゃかっこよない、かっこいい、めっちゃかっこ、これで確定です、アウトレイジおさは神おさです、神おさだ、人をアシストすることに喜びを感じ始めてるおさその女の子なんかっていう状態でルームです、いいやいいや、もう社格や、ルーム入ったら今までのルームと違ってめちゃくちゃ開放感のあるルームなんですよ、ほうすだれちょっとキャンプの網みたいなんで仕切られてて、はいはいはい、2部屋あるんですけど、なんかもうキャンプ場みたいなチルっぽくてめっちゃエロいんですよ、まあ、好きやんな、相手はハブバーでやるの初めてやったから、はい、ノーマルイチャコラタイムですねちなみに誰にすか、それは最後っす、おー最後、ね、それは最後に、この前だとこんなパターンで3体制ぐらいやらせていただいて、おちゃんとやってるね、はい、もうインサート済みです、そこは成功です、ただもうマラドーナって言ってます、何人も行きたいんですよ、もうその子俺はずっと狙ってたから、うん、他の女の子喋ってなかったんですけど、一人めっちゃ可愛い人いて、ほう、芸能人レベルっす、マジで、 e-girls にいても遜色ないレベルの人がいて、でもなんかあんま常連っぽくもない感じで、可愛すぎるから3人ぐらいの男にずっと囲まれて、いやもうそりゃそうやろ、もうあの子に行こうと思って、2人目はめちゃめちゃ可愛いからで行こうとしたら帰ってました、帰ってたか、多いなそれ、帰ってるね、帰られること、お帰りその子は俺がハプバーで見た人史上一番可愛かったっす、で4時ぐらいになってしまいまして、はい、まあ、上を見たらもうみんな寝てましたその人の顔ですね、そうですね、気になります、一応即挑戦は成功、今回遊戯王カードがちょっとなかったので、もうネットの方でちょっと、あ、なるほど、いいのがありましたんで、怖いな、今回僕が即できた、あの地味なエルフ女性の顔は前はカエルスライムからレベルアップしてるのか、僕のがペイルビーストでーす、いや、バケモンモンスターやねん、なんやこれ、知ってる
見たことないよこれ。何この青いモンスター。俺見たことあるけど真っ青やん。でもちょっと待って、これをめっちゃ可愛くした感じやから。いやいや、これがまあ基礎って感じの女の子っすね。ほんで弱いな、星4で1500。そうなんですよ、正直カエルスライムよりは下でした。下なんかい。結局即いけても、まあ、可愛い子はいけてない。すごいっす、情報が聞いてきました。このハプバー連絡先交換 OK っす。ええー、ハブじゃないの。でも別に店が OK やと OK でいいやん。確かに確かに。それが勝手になんか昔のハプバーのしきたりでそうなってただけで、暗黙のね、それをなんか覆したいみたいなコンセプトらしいっす。ええー、おもろ。で、あと24時間空いてるとか、はい、分からんみたいな言ってたじゃないですか、はいはい、それ聞いてきたんですけど、24時間空いてて年中無休なんでホテルに使えるんです。確かに。だからみんな寝てるんです。なるほどね。で、女子は1000円やから。安いな、確かに。で、3日間いる子とかもいるんですよ。何でも OK みたいな感じなんです、はい、キャリーバッグ持って住んでる子とかいる。で、さすがに4時5時は疲れるやん、はい、で、寝てまうやん。確かに。で、起きたら昼の部始まってまた勃起したい男が来るわけ。女子からしたら最高の場所。最高の場所。今回勝本さんは言ってファンじゃなかった、まあ、なかった。それはなかった。だから視聴者の男性もいけますよ。45点の俺でいけたんで。下手くそですから俺なんか、はいはいはい、ちょっと細いやつとか。確かにテクニックあるやつとかやったら全然余裕やん。いや、これすごい回になったな。まさかただイベント行くだけかと思いきや、いやーやばかった。二次会まで企画としては成功でございます。 OK、 成功ありがとうございます。おめでとうございます。成功っていう言葉が珍しいので全力満点。確かに。で、今後もっとレベルアップと人数を上げていきたいと思うんで、よろしくお願いします。奥さん研究生です。まだかい。映ってもいいですか。いいです、全然いいです、全然いいです、全然いいです。ちょっとサングラスかけて。いやいやいや、すごい人やな。どうも、どうも。あ、そんな挨拶もある。え、ちょっとほんま、ちょっとこのお店、はい。やばいっすね。どういうことっすか、これは。でも、みんなが楽しめる空間を作ってます。なんか他のハプバーとちゃいますよね、なんか。あ、いや、すみません、カメラ目線です。全然全然全然。なんていうんですかね、やっぱりコミュニケーション取りたいので、誰もが連絡先も交換できるというシステムを作らせていただいているので。え、それだって、ご法度でしょ。ご法度なんですけど、それは誰か勝手に決めたことであって。まあまあまあ。え、じゃあ普通に連絡先交換して、外で会っても別に。あ、全然 OK です。中、中で交換していいんですか。あ、もう全然 OK です。目の前で、僕らの目の前で、やっぱ携帯を出していただいて、普通に連絡先交換して。あ、全然怒らない。怒らないです。確かに言われてないですよ、禁止。はい、全然全然。ただ、あとはもう自己管理でね。こんな色ですね、楽に。はい、ちょっと用事あってたまたま。めっちゃおもろいっすね。すいません、申し訳ないです。DJ コウさんよりすごいっすね。あ、いいです。多分すごいです。多分すごいです。いやいや、全然全然。じゃあちょっとまた、引き続きちょっと楽しませてもらいます。全然全然楽しみなさい。まさか、もうレッドドラゴンです。はい、レッドドラゴンです、皆さん。レッドドラゴン、はい、言うてるー。待ってくださいよ。僕、サングラス取ってもいいぐらいなんで。はい、ええー。全然いいぐらいです。